滝祭りの神様から、皆さんがよく参拝するところでね、行きましょう。ここはちょっと裏ルートみたいな。いつもここ通るんですけど、なんでかっていうと、まあ人が通らないからですね。私も、なんというか、そんなに大勢の人と行き来するところが好きじゃない人なので、そういうのもあるんですけど、今日は本当に、本当は山奥に行かなきゃいけないんですけど、倒木になりまして、まさかの通行道路。本当に、ここまでの体重ではないんですけど、この、真ん中の木ぐらいですかね、がバタンと倒れてて、ちょっと林業の方に切ってもらわないとちょっとどうにもできない状態なので、こんな形で行っております。でちょっと天候がどうなるかわからないんですけど、さてかな、ちょっと天候次第ですが、また早朝散歩などなど撮っていきたいと思います。明日行けるのかお願いしたいですね。ちょっと小雨、最大限降っても小雨ぐらいで収めてくれると助かるんですけどね。今日はもうちょっと3時までに戻らなきゃいけないので、切ってもちょっとまたいろいろ神宮会館に戻ってちょっといろいろしなきゃいけないので、過密スケジュール。まだ倒木がどうなったかわからないので。ここは風の神様ですね。夏っていう場所。で、社務所があって、明日ちょっと神楽殿の方にいますけど、なんかいろいろ忙しくて、なんか今年バタバタしてますかね。なんか物が動き始めたのか、小宮行って荒松二宮様に行って神宮会館に戻らないといけない。明日多分神楽でも私たちだけしか入れないと思うんで、どうしたっけ、なんか今日含めて、また早朝参拝3回するので、なんか伊勢神宮に1日、合計ですると1日いることなんですけど、ほとんど他は山の中にいます。ほとんど。倒木とかは聞いたことはないんですけど、あまりにひどいとあるんでしょうね。向こうの一個の御神木が皮が剥がれて継ぎはぎになってますけど、ちょっとやっぱり触るのもね、圧をかけるのはやめていただきたいんですね。だから触れるとしても、このぐらいですかね。